まあ、今回のやっぱりエリミネーションの2位っていうのがすごく効いてたし、他の選手にも日本強いんだなっていう風に思わせることができたのが大きかったのかなと思います。ずっと、ヘイター選手を、目標にしてきていたので、いよいよ、倒す時が来たのかなっていう風な気持ちがちょっとあって、まあ、結果倒せなかったんですけど、いいレースができたのかなと思います。もちろん中距離の強い選手をライバルにしてますけど、僕の中では日本の短距離にもちょっとライバル視してて、僕ら中距離も負けないんだぞっていうふうに思ってるので、今回銀メダル取ることができてホッとしてます。